皆さんこんにちは、あじまです。今回の動画はですね、一眼レフカメラ、ミラーレス、コンパクトデジタルカメラ、初めに買うんだったらどれっていったところのお話をしていこうかなと思います。まあ、今回の動画でね、得ていただく内容としては、初めてカメラ買うときの選び方の参考、まあ知識とか基準、 でコンパクトデジタルカメラ、ミラーレス、一眼レフの簡単な違いとか特徴、で機材を選ぶ上で大切なポイントとして、撮るものは何ですか、室内ですか、機材の持ち出しはありますか、予算はいくらぐらいですか、スマホで実は十分じゃないんですかとか、他に必要なアクセサリーはありませんかといった話をちょっと掘り下げていこうかなと。でこのねお話とちょっと類似するところで、別動画でね今回の各項目っていったものを掘り下げた動画作っています。カメラのね初心者様なんかに必要となる 情報をですね、200本ぐらい動画今まで作っておりますのでね横の動画なんかね例えば5万円で買えるおすすめカメラであったりカメラアクセサリーおすすめ10銭とか、えー、初心者様におすすめの初めての1台カメラのミラーレス編といったところであったり中古でね、えー、賢く買う方法もありますよみたいなところをねお話ししておりますのでこの動画のね、後に一緒に見ていってもらえたらなと思いますこのチャンネルではですね撮影技術ビジネスライアシフトについて主に配信しております初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますでは今回もジマチューブ行ってみましょう はい改めましてジマです今回の動画はですねコンデジミラーレス一眼レフっていったところのね一番初めに買うんだったらどれがいいんやろうっていったところで、まあ、ご質問いただく機会が多いので今回はねお話しさせていただこうかなと思いいいまますまずね違いから見ていこうと思います。 コンパクトデジタルカメラ、まあ、レンズ一体型のカメラという認識で OK だと思います結構ミラーレスか一眼レフやったらねあのカメラのレンズのところがガチャって外れたりするんですけどもコンパクトデジタルカメラはここが一体型になっているものになりますでスマホよりですねちょっとワンランク上の写真を気軽に撮りたい方に最適で特徴はですね、まあ、携帯性であったり、まあ、ポケットにね入れてサッと取り出せるっていったところが、まあ、特徴になりますねで一眼レフなんかのレンズ交換式に比べるとレンズがね変えれないのでレンズ沼とか そういったものに悩まないってったところはま地味に。 え、財布的にもいいですし、時間的にもコスパがいいものになりますね。で、スマホ内蔵の、まあ、カメラに比べてですね、え、学ズームであったり、マクロ撮影機能っていったものが、まあ充実しているので、え、旅先であったり、え、イベントとかね、ちょっとした撮影なんかに最適なものになります。ただ、え、最近のスマホはですね、え、カメラがすごいっていったところがあるので、あえてコンデジを買うっていった時はですね、結構慎重になった方がいいと思います。コンデジ買ったけど、持っていく機会そんないなくて、ヨーヨーを考えたらスマホでよう撮ってるわ。 っていったことが結構パターンとして多いので、この辺はね、注意してもらえたらなと思います。えー、ミラーレスですね、えー、最近の、まあ、カメラ業界の強いトレンドっていったところで、ソニーさんがね、まあ、業界を引っ張っていってくださっ,たってるうような感じありますよね。まあ、カメラを本格的に楽しみたいって言ったところで、えー、趣味とかね、仕事の相棒として使える。 で、レンズ交換式で、えー、撮りたいえっていったものを追求して、高画質でこだわった写真を残すことができると。で、一眼レフよりもやっぱり小型軽量っていったモデルが多くてですね、え、ビデオ機能も強い傾向があります。で、液晶の方ですね、まあ、EVF の方で写真の仕上がりなんかを確認しながら撮れるのがいいかなと。 で、気軽に、まあ、おしゃれにですね、本格的に写真を楽しめるっていったところが強みになりますね。ちょっとね、あの、次のスライドにも映っておくんですけども、やっぱりコンパクトデジタルカメラっていうと、上の方な形で、まあ、あの、サイバーショットね、RX100 シリーズであったり、キャノンさんのパワーショット、で、リコーさんの GR3 みたいな形で、まあ、結構ね、小型で、まあ、見た目も似たり寄ったりですよね。で、あの、レンズは交換できないっていったところがあって、まあ、こういったね、胸ポケットなんかにも入れて取り出して撮れるぐらいの、で、かつ高画質であるっていったところが、まあ、特徴かなと。 で、ミラーレスはね、最近めっちゃ売れてますよね。富、えー、フジフィルムさんの XT4 であったり、 ずっとまあ2年3年2年半ぐらい経つのかなかなりえ売れているモデルとしてはソニーさんの α73 どんどん新しい新型が出てもやっぱコスパ面からこの α の7、III、っといったものが売れているでニコンさんからは APS-C のミラーレスとして Z50 がね出てたりするのでこういったところでまあ上はねどちらかというと本当に小型の高性能なカメラであってミラーレスの方はどちらかというとちょっと大きくなった一眼レフとコンデジの間ぐらいのまあ一眼レフのこのレフ機構がなくなっているカメラ になりますねでついでをお話してしまうと一眼レフですよね一番下のところはですね、まあ、キヤノンの 5D の M4 であったりえニコンの D6 あとはニコンの DF の。 ようなですね、こういった結構ごついカメラっていったところがありますよね。で、キヤノンさんの、a、5 d m a r k IV であったり、ニコンの D6 みたいなね、結構グリップ感がしっかりしてですね、速いものにも対応できるっていったところがまあ一眼レフの強みっていったところになりますね。で、一眼レフの特徴の方で一個前のスライドに戻るんですけども、やっぱりミラーレスの技術がいまいちな時代の カメラって言ったら正直やっぱ一眼レフばっかりやったっていう印象がありますのでピ,ピピガシャっていうね、まあ撮ってますっていう感じがね、やっぱりまあ心地いいものかなと。で、レフ機構ですね、ミラーがあるんですよ。えレンズの中にですね、直接センサーがあるのか、ミラーがあってセンサーがあるのかっていったところの違いになります。で、光学ファインダーですね、OVF っていったところで実世界をこう覗きながらですね、撮影できるっていったところが強いかなと。 なんで動き物ですね、スポーツとか動物っていった動きが速いものに対して強い印象っていったところがあるので、まあ、根強い人気で、まあ、今回ね、ちょっとオリンピックが伸びちゃったんですけども、まあ、オリンピックに合わせて各社メーカーさんがですね一眼レフを出してくるっていうのは印象として強いですよねで歴史がやっぱありますので対応するレンズであったり機能っていったものが結構数多くあるんですよねでこだわって撮影をする方には持ってこいのをザッカメラっていったところが、まあ、一眼レフっていったところになりますね で、ニコンのコンデジって言ったところから私は始めました。めっちゃちっちゃい時ですね。で、それから一眼レフに移って、未だにニコンの一眼レフを使い続けています。で、用途によっては小型のね、ミラーレスの Z50 とか、例えばソニーさんのね、α6400 とか、えー、こういったものを、まあ月、付き、 して一眼レフで撮りに行くとかちょっと気軽に APS-C のミラーレスで撮りに行くとかこういったところをね楽しんでみたいかなというふうに感じておりますね。で次機材を選ぶ上で大切なポイントってお話になるんですけども。 るもの被写体は固定でですすすかか変動しまっってたところなんね何を撮るかを把握するって結構機材選定するところで大事なんですよ。なので人物を撮るのか、風景を撮るのか、スナップを撮るのか、街並みを撮るのか、家族との思い出を撮るのか、電車を撮るのか、飛行機を撮るのか、ペットを撮るのか、動物を撮るのか、野鳥を撮るのか、もしくは単純に動画を撮るのか、最近 Vlog とかね、流行ってるんでね。何を撮るのか決まってないんであれば、何を撮りたいっていうか、撮りたいものは何ですかであったり、スマホで日常的に何を撮っていますかとか。 あとはこういったところからですね、絞り込んでもらう考え方っていうのもありやと思います。何でもですね、撮りたいんであれば、コンデジとかミラーレスでね、まあ、気軽にね、始めてもらえたらなと思います。桜、えー、ね、これ、あの載せているとですね、まあ、左上の月なんかは一眼レフの D780 で、えー、200から500の、後でね、ちょっと見せるんですけど、望遠のレンズで、家のベランダから月を撮ったっていったものになります。で、えー、右上のモデルさんは、 85mm とかね、えー、1.8開放 F 値 F1.8 の単焦点のレンズで撮ったものになりますで左下ね夜景はシャッタースピードをまあ遅くして ISO 感度を低くしてですね夜景なんだけども、えー、ざらつきがないように、えー、広角レンズ 24mm で撮ったものになりますで右下のモデルさんはちょっとモノクロ調で、えー、その作りと言いますか模様がね結構印象深い洋館と言いますか どちらかというと和風より洋風な形の建物のドアの前でスポットライトを当てて撮っているといったものになりますね。これも 24mm でそうだな三脚は置かずに手持ちでねライブビューという形でチルト液晶で撮影したものになりますね。次のスライドですね室内まあ、外 両方どういう撮り方をしますかっていったところになります、えー。機材の持ち出しがあるかないかっていったところから判断すると後々楽になってくるんですよね。あの室内であれば正直三脚にカメラ、まあ、置いたままでね、ストロボを焚いたりとか、えー、そういったものをすると、まあ、一眼レフであったりしても、ミラーレスであったりしても、そんなにあの大きい移動っていったものがないので、正直大丈夫やと思います。どれ買ってもらっても。ただ、外でですね、よく撮る際は、まあ、可能な限り納得いく性能で軽いカメラを選んでもらうのがいいと思いますね。 あのミラーレスとか一眼レフはですね、交換レンズとかまあ望遠レンズとか三脚を含めると結構大荷物になるんですよ。なので、カメラバッグなんかにも結構投資がね、いるっていうのは初めの方の段階で把握しとってもらえたらなと。 思いますでね、先ほどね、月の撮影なんかに使ったレンズはこの左上のね、200から 500mm のレンズで、こういったレンズを使うと横のえホロホロちんみたいな形のものが撮れたりします。これは結構ほんと5メーター、7メーター、10メーター離れたところでもグッと引き寄せて撮れる、まあ、望遠レンズの強みといったところで、まあ、こういったところはやっぱりコンパクトデジタルカメラではちょっと厳しいかなと、まあ、光学ズームといった形で載せる、寄せることはできるんですけども、うん。 まあ高ガスで残せるかっていうとちょっと微妙なところがあったりもしますよね。で、他にも左下のピークデザインのキャプチャーのようなカメラアクセサリーであったり、風景を撮る方はですね、右下の ND フィルターのようなものを使ってもらって明るい環境でも暗くですね、撮ることができるっていったところが必要になってくるので、どこで撮るのか、室内なのか外なのかっていったところはちょっと把握しとってもらえたらなと思います。で、次はですね、予算の話ですね。まあ、5万、10万、20万ぐらいでまあ見とってもらえたらなというふうに思いますね。 で正直ですね、やっぱりスマホのカメラで十分じゃないんですかっていったところをカメラを買う前に要チェックしとってもらえたらなと思います。あのコンデジとかあのレンズで特徴を出さない場合って、本当、スマホと小型カメラって今、大差があんまりないかなっていうふうに現状があると思います。まあ、別の動画でのお話しているようにカメラ市場が まあ、あの感染症の関係で落ちてるっていうのもあるんですけどもそれが始まる前からもずっと年々下がり続けているのはやっぱり、えー、撮影っていったものがですねもっと気軽に撮れてシェアできるっていったところの需要っていったところが持っていかれているってところがあるので本当にスマートフォンのカメラは、えー、バカにせずにですね、えー、本当にそれで十分じゃないんですかって逆にその10万円を使ってもっといいものをね生活を豊かにするものを買ってみてはいかがですかっていったところはねあえてちょっと考えておいてほしいかなというふうに。 感じますねでもしボケ感とかえ大きなセンサーですよね一眼レフのようなあのミラーレスとかのようなフルサイズのような大きいミラー、まあ、センサーじゃないと、えー、そういったものじゃないと撮れないみたいなねといった必要性があるのかといったところを確認してほしいかなとでせっかくあのカメラ買ってもですね持ち出せなかったらあの結果もったいないんですよねだから一眼レフの大型のカメラなんかより小型軽量のモデルといったものを結構私はね勧めることが多いかなと で数万円のまあ安いコンデジなんかではですね、正直スマホでいいやんぐらいの画質になってしまいます。1万円、2万円のコンデジであれば、スマホで撮った方が綺麗やんって言った場合も結構あります。で、まあ、スマホにね、今後もアクションカメラみたいな手ブレ補正みたいなものがついたらほんまに最強やなっていうふうは個人的には思っていますね。 で、ここで、先ほどのね、えー、まあ、買う時のコストの話を考えたときに、中古っていう選択肢はないですかっていったところをお話ししていこうかなと思います。あの、コンデジはですね、価格差っていったところは小さいんですけども、ミラーレスとか一眼レフってなると、まあ、新品で買うとね、10万円とか20万円とか、まあ、40万とか50万とかしてくるんですけども、えー、そういったカメラの場合って、新品と中古の価格差って結構大きくなってくるんですよ。なので、予算に悩むんであれば、中古っていったものもぜひ考えてもらえたらなと。 ただ、光学機器なんですよね、カメラって。なんで、中古の購入ってやっぱり状態のチェックっていったものは大事になってきます。 なんで、ショップ保証でね、1年間保証しますよとか、あとは撮影枚数、撮影のシャッターのね、あの回数なんかもあったりするので、そういったところが問題ないのかなっていったところをチェックしてもらって、まあ、中古はやっぱりね、安かろう、なんかあ,りあるでしょうっていったところで、まあ、多少のね、リスクっていったものは気をつけてほしいかなと。で、ボディはですね、新品で、レンズは中古っていう選択もあるので、トータル予算で見てもらったらいいと思います。別に、あの、ボディもレンズも両方中古でももちろんいいですし、ボディは新品、レンズは中古。逆に、 えー、ボディは中古でレンズは新品という選択もあるかなと思います。なんかボディなんかはね、結構中古で、あのー、レンズを新品で、まあ、大切に使い続けるのもありなんですけども、ボディ本体って結構価格落ちやすいんですよね。レンズって、まあ、レンズは資産ってね、よく言われているように、あんまり価格差落ちないんですよ。特に純正なんかであればね。ただ、ボディって結構半年とか1年スパンで、あんま何が変わったんっていうぐらいの感覚で結構新型っていうのが出るので、 けどね、ボディは型落ちし、型落ちというか価格が落ちやすいので、まあ練習する際は中古のボディでもいいのかなというふうに思いますである程度使い込んで、よっしゃ、次カメラ変え,えるって言った時に、えー、絶対の,あのミスらないように知識を得た上で新型のね、ボディを買ってもらうのかな、いいかなというふうに思いますね。ただですね、やっぱりこのメーカー別のマウント縛りって言ったところがあるので、ここは注意してください。例えば、ニコンのカメラにキャノンのレンズとか、キャノンのカメラにニコンのレンズとかね、その、 そういったところがやっぱりメーカーさんによってマウントといったところが縛りがあります。つけれないんですよね。まあ、無理やっくりアダプターをつければ、つ、まあ、けれることはつけれるんですけど、まあ、別にそんなアダプター使ってまで使うんじゃなくて、初めからちゃんとメーカーをね、絞り込んで使ってもらえたらなと思います。で、最後はですね、 あの、まあ、予算のところで、他に必要なアクセサリーはありませんかって話をしておこうかなと思います。え、カメラですね、正直レンズと記録メディアとカメラ本体とバッテリーがあれば、まあ、撮れるんですよね。ガシャって撮ることはできるんです。ただ、快適にこだわって撮影するには、まあ、いろんなアクセサリーが必要になります。なので、他もですね、あの状態よく長くカメラを使い続けるにはカメラバッグとかフィルターなんかでね、可能な限り汚れない、壊さないといったところの対策も必要になります。で、カメラやレンズほど高くなくてですね、まあ、数千円から数万円程度で揃えれることができる ただ、全部揃えると、やっぱり2、3万してくるので、まあ、そこそこ高くなるので、ここでもね、あの予算として、トータル予算として、えー、組み込んどってもらう方がカメラ買うときはいいかなと思います。20万の予算で組んで、きつきつまでカメラとボディで20万使い切って、さあ、アクセサリー買おうってなったら2、3万オーバーしちゃうんで、これはね、注意してもらえたらなと思います。まあ、ざっくりね、お話していくと、カメラバッグであったり、液晶保護フィルムであったり、左上からね、今見ていってるんですけども、えー、あのレンズクリーナーとかね、 あとは、えー、カメラを持つ時のキャプチャーのね、えー、カフであったりという、まあカメラのね、ハンドストラップであったり、えー、カチャって止めたりするね、あのー、アクセサリー系なんですけどね。あとはレンズフィルターであったり、ND フィルター、あとは三脚とかネックストラップ、あとは SD フィル、SD カード、えー、ストロボ、予備バッテリー、レンズキャップ、ボディキャップみたいな形でね、こういったようなカメラを始める上で、 あると便利だよっていうアクセサリーは結構あるので、こういったところのね、予算も初めからある程度予想しとってもらえたらなと思います。このチャンネルではですね、まあ、撮影技術、ビジネス、ライブシフトを中心にですね、こういった今回のお話のような、えー カメラに関する情報を中心に取り扱っております。で、他にもですね、まあ、200本ぐらい動画いろいろ作っておりますので、初めての方はぜひね、この動画を見終わった後に一緒にね、見ていってもらえたらなと思います。えー、いかがだったでしょうかね今回は、まあ、初めてカメラを買うんであれば、一台目はどれって言ったところで、ミラーレスであったり、コンパクトデジタルカメラであったりね、一眼レフ、まあ、特徴とかね、 えー、予算全体をね、ちょっとこういう風に使ってくださいみたいなのを把握した上でどれを買いますかっていったところをね、何か参考になれば、えー、嬉しく思います。で、今回のね、動画お役に立てたようであればですね、ぜひ高評価、グッドボタン押してもらって、こういったところ参考になりましたみたいなのをね、コメント欄なんかに残してもらえると嬉しく思います。 うん、これぐらいかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今回もジマチューブを最後まで見てくださってありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影技術、ビジネス、ライフシーューについて主に配信しておりますので、左下のチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。今回の動画以外にもですね、面白い動画たくさん作っておりますので、右下のおすすめ動画の欄からですね、他の動画もぜひチェックしてもらえたらなと思います。今回の動画良かったよって方はですね、ぜひ高評価、グッドボタン押してもらえると嬉しく思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。